はい、どうも、岡田哲也の個人チャンネル、動画プロチャンネルへようこそ。今回はこの方が来てくれました。はい。はいじゃない。いつものやつ？いつももちろん。やるんだよな。お前らだって俺のことそうやって名前に呼ばないじゃん。もう。いや、出すときはやっぱり。マスだって出すよりはやっぱり。呼ばないじゃん、一回も。しょうがない、これは。はい、プロレス選手です。おー、2頭き。いつもだったらね、一人で撮ったりとか、たまたまうちに来た人なんですけど、今回はわざわざ来てもらったのでね、はいはい。僕ね、とある理由で、自転車を買わなければならないでございまして、はいはい、話してたんですよ、彼に、うん。その時に一緒にね、電動いいじゃないかと。最近でもね、ちょっとなんか電動アシスト自転車が結構普及し始めてるじゃん。そうそう、話題というかね。でも乗ったことはなかったよね。ほぼほぼかな、うん、その東海オンエア自転車みたいなやつがあって、ああ、あれね、俺はないから、うん、最近あるじゃん、電動自転車っていうので、ね、ちょっとね、あるよっていう話。お母さんが乗ってた電動チャリとかじゃなくて、Eバイクみたいなかっこいい名前となってね、新たに話題になってるわけですけど、それ気になるなってなってサイトを見てたんですよ、うん。そしたらすごいかっこいいバイクがあって、うわ、いいじゃないかと見てたんですけど、大概高いんですね。そもそも電動自転車アシスト自転車が高いもんね。そう、どんだけ安くてもなんか10万とか、そうそうそう、でまあ30万ぐらいが当たり前ぐらいのね、結構ねやつが多くて、その中で僕が見つけたチャリがね、高すぎたんですね、よく見てみたらっていう話を前提に、まずこちらの動画を見ていただきたい。どうぞ。169万だよ。169万をお前軽率に回しやがってよ。うわ、細かこの辺とか、これ横にするいいよ、ツイッターぐらいにしときゃいいの、縦にしてさ。横にするとちゃんとしちゃうでしょ。送料無料となりますって。そこじゃない、そこじゃない。とご注文ページ、まあ、進むだけだからね、するわけじゃなくて。おい、なんだ自転車経験年数って。慣れてんのか。なんだ自転車経験年数って。何年なのだって、お前こちら21年だわ。多分だけど21だわ。あ、これですね。もうクレジットカード情報。ああ、まあ、まあ、ここまでふざけていいからね。まだ。ここまで大丈夫。まだふざけていい。最終的なボタンだけ気をつければいい。だから今、あれですよ。ワンクリック詐欺と同じ状態です、ね。ああ、なるほど、確かに。一発押して、まあ、クーリングオフとかもあるじゃん、今、この時代ね。そうそうそう、うん。一応今入力したんだけど、はいはい、注文するって、これ、まだ大丈夫？どうなんだろうね。これどうなの？おー、ちょ、待って、はいはい、注文するボタンをクリックすると注文を確定します。危ない、これだけはちょっとやっちゃいけない。危ねえ、これやっちゃいけない。危ない、ほんと危ねえな、お前。これだけやんない。だからここ見せれるのはね、ここま、あ、押しちゃってたバカバカバカ、噛んじゃった。170万使ったの今。170万の自転車買っちゃった。今今使っちゃったの170万円。なんか自転車欲しいねって増田と話してたら、その流れで買っちゃった。こちゃん決定。買っちゃったい。おめえのせいでよ。え170万だぜよ。買っちゃったの俺も。いや、あの場の冗談じゃないよ、あれ本当に。嘘かと思っても俺。いや、本当に届いちゃったよ。実際さ、なんかその170万とさ、そのブランドの中で50万とかあったじゃん。あったね、一応。全然分かんなくない。見た目じゃ何の差があるか分かんない120があったわけですよ。そうだね。170の価値あんのっていうのを、そうそうそうね、やっぱ彼にはね、見てもらいたいと。わざわざ動画を回しただけでも大罪なのに、途中から横にしやがったから。違う違う、俺はもう本当にこうやってやっただけ。いや、もうダメ。何も言ってないよ。僕に動画を撮りながらこう横にしたらダメ。ダメ。やっちゃうんだから。縦ならいいよ、縦ならそのツイッター用の面白動画としてだったけど、横にしちゃったらもうダメだ。やる気スイッチがいる。パキーンって入ったらね。ピーって。もう購入ボタンの音だったもんね。ピーって。届くのが家じゃなくて、お店にこう納車という形だったんですよ、ね。バイク。車だ。もう車とかバイクで納車したんですよ。まあ、なぜかというと、詳しい説明を聞かなければならない。あ、まあ、170万円分の機能をやっぱ使いこなさないといけないし、ね、知らないわけにはいかないんで、そのお店に絶対届けなきゃいけないっていうルールがあって、はい、僕はお店に行ってね、その詳細を聞いてきました。なので、それを増田君と、視聴者の方にお伝えするというね。楽しみすぎる。見たことないもん。俺も聞いて初めてへーって感じだったんで。ああ、なるほど。聞いてへーってなるの？なる。まあまあまあ、いろいろと、まあ理由はもちろんね、適当につけてる170じゃないので、はいはいはい、まあ、それを聞いて価値があるかどうかは、まあ、ちゃんと170万円なんだ。そうですよ。なるほど。ちょっと持ってきますね。はい、お願いします。動画アップロードチャンネル。
来たな。チャリリン。おおおおおおお。出ました。おこちらが、ちょっと待ってくださいね、スペシャライズドさんの。おいおい覚えろお前、車の名前覚えてないのと一緒だよ。ちょっとやばいやばい、ちょっと待って。検索するなお前。なんか S ワークス D ボ。読んでるだけだもん、ここお前。S ワークスの D ボの SL ですね。なんかいろいろとあるんですよね。S ワークスのちなみに S って何？S ワークス S ですか？それはもうスポーティー。スポーティー。そうなんだ。由来とかあるのかな？由来ですか？S ワークス。だから S ワークスだからもうスピードを職業に。スピードって言ったらスポーツじゃなかったっけ。スポーツの中でもスポーツの中でもスピードの話ね。スピードに重きを置いてる選手なんだ。いやそういうことでもない。そういうことでもないかね。スピードを職業にですね。出番くじかれてるよお前。俺の適当な話はどうでもいいんだ。本当の話を聞いてくれ。で今回こちらですね。あれ映えるのはこっち、こっちのが映える。なぜかというとですね、もう寄ってください。これこのギアのカラーよ、すごいね。これやばいでしょ。なんか油が海にじわーんってやってるやつみたいな感じだよ。そうそうそう、すごっ。塗装がね、綺麗。これ見てわかる通り6段じゃない、ね、とんでもねえ方じゃないですか。なんかさ、これもそうなの。そう。えでもすごいポイント1、12段ギアです。これでかい方が、うん、あの軽い方ですね。1段一番こっちのちっちゃいのが12速ですね。あ、そうなんだ。自転車って今ね、僕重い方から4つ目ぐらいになるじゃないですか。移動爪1つ目ぐらい、うん、もうこっちの方ね、あんま使わないんですよ。なぜかというと、あまりにも軽すぎて普段出番がないけど、上りの坂とかですごいね、ちょうどいいということで。あまりにも軽すぎる。あまりにも軽すぎる。漕いでないというか、進んでないんじゃないかぐらいの軽さを誇るんですね。進んでないわ、一足は。自転車じゃないよね。でもやっぱみんな中学生が乗ってる一足でも、うん、きつい坂道ね、疲れたりするじゃないですか。こうやって今ね、一足でもちょっと疲れるみたいな。もうそれがない。いや、ないことはないよ。自転車なんだもん。一漕ぎ、一回しで1センチしか進んでないんじゃないかぐらいです。まあ、めちゃくちゃ疲れるやん。そして次ですね、はいはい、パッと見で普通のチャリと違うなっていうところが、多分ここ。ああ、そうだね。ちょっと気になった。これはですね、なんかかっこいい。これサスペンションなんで、体重かけると沈み込みますと。こっちもありますね、この。そう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 、フロントフォークというか、ね、シリンダーみたいなね。前にもサスペンションがあって、乗っていくよ。ほら、おおお、わかるぞ。このなるほど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 、この沈み込み具合、これのおかげで沈み込んで街乗りだろうと振動がやはり少ないです。っていうね、まあ普通にサスペンションとしての機能がございます。で、あと判決なのやめてほしいな。判決なのもしよ。判決なのやめてほしいな。判決もあのS ワークスの仕様です。 S ワークススタイルなんだこれ。そう、仕方ないですね。順番に行くとすれば、はいはいはい、このね、電動ですよ。あ、そうだね。ここにね、え、あ、待って、その前に本体カーボン。おー、フルカーボンですね。カーボン、すごいね。ここ見えますかね、この模様というか。何これ。あ、シール剥がしたんじゃないのお前。これね、カーボンの目ですね。目、カーボンの模様というか、光の当たり方でちょっとね変わるんですね、この。あー、なるほど、ね、模様というか、ちょっと変わるわ。見え方が若干違う。あ、はい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 。リーボ SL っていうのがカーボンなのこれ。リーボは多分、うん、その多分え、多分多分はダメだよ、多分ダメ。伝えてほしいんだこれで。明言いたしません。危ないので明言いたしません。なるほど。で、いよいよ電動ですね。え、すごいね、これすごいわ。ちょっとなんかちょっとテンション上がる。ポチッと押しますよ。長押しですね。使い壊せないな。おお、はい。で、これで表示されているこの青色、これが本体バッテリー、自転車本体に入っていると、はいはいはい、緑色はね、何かというとここん、これです。え、これ予備バッテリーになってて繋がってるんですね、これ。本当だ。だからここから本体を充電するときもここだし。ああ、なるほど。予備バッテリーも挿すことができる。そういうことか。じゃあもうこれを充電すればいいんだ。そう、予備バッテリーいらないんだったらもうこれをカションってこう外しまして、取り外しちゃえば、うん、飲み物にそう飲みいけるんだ。普通にドリンクホルダーとしても使える。おー、すごっ。これね、これ結構重い。あ、ほんとだ。あ、やっぱ蓄電池だから重たいんだ。あ、ほらここ見て、さっきのは本体バッテリーがあんなもんで、予備バッテリーがあんなもんで、今これは本体バッテリーのその、うん、どれぐらいあるかを前面に出したの。何キロぐらい走るんですか。僕ね、すでに十数キロ走りましたよ、うん、で、今本体から先に使われるように設定なんですね、はいはい、で、まだこれだけ1メモリ減っただけ。
すごいね。で、まだ予備もある。で、こいつはその本体プラスこの予備があるっていう、ね、あすごいわ。で、普通のそのママチャリ系はバッテリーパックだけを多分、ね、家に持ち帰って充電するんだけど、じゃあ本体にある良さは何なのかっていう話ですよ。おお、確かに、ね、いらないじゃん、本体に。そうね、これ持ち帰ればいいわよ、ね、そう。だから逆に今俺がやってるこの本体から先に使うパターンのメリットとしては、同じようなこういう自転車を持ってる人と、まあ、山登りとかね行くわけですよ、みんなが、はい、その時にやべえ俺電気切れちまったって人に、うん、予備バッテリーをホイって渡すと、その人は刺して使えるわけです。ああ、なるほど。助け合いだ。助け合いができる。人に譲るライフとして残しておく。あ、じゃあ他にもいるんだ、これ持ってる友達。友達？うん。僕はいないよ。え？僕にはいないよ。じゃあ別にこれからやってもいいじゃん。いやいや、これからやってもいいよ。でしょ？まあ一応ね、誰か困ってる人がいたら渡してあげようと。誰か困ってる人がいたらね。いたらね。アシストですけども、今このスペシャライズのマーク、この周りにね、ああ青が2つついてますね。はい、はい、そうだね。ここの左手のここにあるね、プラスボタンとマイナスボタン、これを押すことによってマイナスをしますよ、うん、ほら、おー消えたね。おー消えた、はい、これアシストない状態。あ、ないパターンで、プラスを押すと1、2、3と。あ、なるほど。あ、アシストの、アシスト具合が、そう、まあ、エコと、まあ、普通とターボ。おー、はいはいはい。で、これマイナスからこのねスペシャライズのこの S マーク、これを押すと一気にマックス、あ、一気にターボになるんだっていう感じですね。で、もう一個下にね、うん、変なボタンがあるんですよ。あー、ほんとだ、なんかある。これ押しますよ。何が起きたと思いますか？え、いきますよ。え、すごいじゃん。僕が持って歩いてます。そこは違うってなれよ、お前。勝手に進みますって言うやつよ、今のは。でもね、惜しい。今のボタンはなんと、うん、本来勝手に進むボタン。海外だと、あの歩道橋とか、そういうところでこう手押しの時にこれを押すと、ね、勝手に進むらしいんだけど、日本の法律じゃそれがダメだと。そうなんだ。だからこの中身がちょっといじってやって、あ、そういうことか。使えないんだ、じゃあ別に。そう、日本で使う時はボタンは生きてんだけど、機能を今オフにしてあるの。あー、なるほどね。だから現状、これはピッて鳴るボタン。そういうことでしょ。クラクションと思ってもらえれば。聞こえるわけないって言うの、危ないっていう。誰も聞こえてない、そのカメラも聞き取ってないから。っていうボタンですね。普段使いがちな機能、これ今僕サドルがちょっと上がってるぐらい、うん、これ乗るときってやっぱ低い方が楽じゃないですか。そうだね。そんなときはですね、これをね、長押しするんですけど、まず体重をかけた状態で長押しします、はい、おー沈みますね、はいはいはい、で、これでスッと乗りやすい、はいはいはい、で、乗った時に低いと漕ぎにくい。そうだね。その時は高めにしたいんですけど、うん、そういう時はもう普通にこれを押すと、え、上がる。だからもうこれを乗って漕いでる時に完結だな。スッと、おお、こうやって、おお、すごいよ。ちょっとそれはちょっと感動する。で、止まるとき高いと 足、ね、足がつかないんで、キュッ、え、すごいすごい、それはすごいわ。これなんとワイヤレスです。サドルのね、後ろここにバッテリーが刺さってますね。ほんとだ、雨が降っても大丈夫。あ、まあ、そうだよね、自転車だもんね。で、これね、左側がそれだと、うん、じゃあ右側のこれは何だ。おー、そうだね、なんか俺ベルかなって思ってた俺。あ、なるほど。ちょっと押してみましょうか、はい、見えた？え、待て待て、え、あ、なんか光ってるぞ、ここは。お、お目が高い。なんとこれはワイヤレスでギアを変えるためのボタンでございます。ワイヤレスでギアを変える？待って待て、それは必要なのかな。え、普通こう手でね、ガリガリ、ガリガリみたいな。で、ここは上と下押すだけで受信してギアを変えてくれるわけです。ちょっと今ね、ボタン押しちゃったね、このギアを。お、本当だ、変わってる変わってる変わってる。まあ、細かい話ですけど、このね、ブレーキとかもすごいわけです。ブレーキはすごい、もうバイクじゃんっていうね、この、あ、なんていうの、こういう、あー、はいはいはい、こういうブレーキ、ね、言いたことある、ただのガッて押さえるだけじゃなくて、こう挟み込むよね。なるほどなるほど。もうなんかここもちょっと気になってた。これほんとちょっとした話ですけど、こうひねってこう取り出すと専用の工具が出てきて、その場でスッとメンテナンスできる、ね、あー、なるほど。これ買った時にすごいダボダボのスカートみたいなズボンを履いてっちゃったんですね。お店の人がこう説明があるって言って、いろいろと乗りながら教えてくれたんですけど、なんかめちゃくちゃ巻き込んでガチャガチャガチャーンってやって、もうこんぐらい穴が開いたので、巻き込んで俺も出れなくなっちゃって、お店の人がこれを使ってさっそうと助け出しよう。いきなりこいつの出番があったから。そうそうそう、すごい。このチャリのね、値段の真髄いこうかな。あ、し、え、まだ
まだあるんすか。ここサスペンションがあるじゃないですか、うん、ここにねダイヤルがあると。おそう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 、ちょっと気になってた、ここら辺の青い感じのやつ、こっち側にもねなんかダイヤルがありますと。何なのかというと、このサスペンションの、まあ、これこの硬さを自由自在に調整できると。え、ここをねカリカリやると、はい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 、まあ、それによってここ変わるし、うん、下側にね、あー本当だ、赤いのある。これ何かっていうと、これ反発する方向ですね。今のは沈み込む、こっちがこの上の調整なんだけど、押し戻す力を下で調整すると。この山道にはさすが柔らかすぎると、硬すぎる、すぐにちょっとベインベインってなっちゃうんだったら硬くしてと、沈み込まないなってなったら柔らかくしてと。なんかどうやらここまで調整できるのはほんと少ないらしくて、っていうのがここにもねあるわけですね。そうそうそう、ここにもあるよね。なんかあと反対側、ここにも青いのがあって調整できると。でやっぱり結局は走りじゃないですか。そうだね、それを今回ちょっと見に行きたいなと。走りとか坂とかだよね、そういうね。結局電動アシストどんぐらいすごいのっていうところがね、初心者的に分かるんですけど。そうだよね、そうだよね。まあ皆さん分かると思いますけどね、流回中の坂すごい。分かんない分かんない分かんない。え、分かんない分かんない。え、流回中の坂分かんない、絶対分かんないよ。すごすぎるじゃん。 Google Earth で ようやく分かるんだから。衝撃だったもん。え、中学生ここ登ってんだって。まあ確かにあれはちょっとあそこに中学校作ったのは意地悪だよね。あれはすごいよね。ちょっとわざわざあそこに行ってもらう、ね、あれはちょっと意地悪中学校だから。それをこいつでちょっと登りに行ってみたい。ちょっと楽しみだそれは。じゃあ早速行きますかね。行きましょう行きましょう。乗りますか。あ、ちょっと乗っていい。どうぞ。二段階目ね、これが普通。おお、はいはい。やっぱキモいな。公園でくるくるチャリ乗りながら、おおって言ったやつキモいわ。3段目行くよ。1番ターボね。え動画アップロードチャンネル。はい、流海中の目の前にやってまいりました、はい、流海中学校という正門の目の前がアホみたいな坂になってるんですけど、これ毎日チャリ通だもん。もう夏だったら本当に着替え持ってこないといけないもんね。登りだけで汗だくなる。そう、ここね、横テニスコートがあるんですけど、はいはい、これが水平で、こっちがこの傾斜の角度ね。あー、哲也、はい、分からんわ、うん、分からん。あんまり分からんわ。嘘。うん、どうにかして伝えたいな。重力に対して水平に立つとこうなんですよ。でも坂道に対して水平に立つともうこうなんですよ。全然分からんから。アシストなしでちょっと。あ、なしでね。あ、じゃあお願いします。増田はアシストなしで漕いでますね。あー、重たいよこれ。ギア1にすれば結構軽くねいけるんだけど、まあありがちなその辺の人のバイク自転車と考えるとだいたいこんなもんですかね。今ギアどんぐらい、それ。いや、これ6ぐらい。 6だとこんなもん。いやいや、っていう中で全く同じギアで行ってきますね。 OK です。おい、うそうそ、いい、ギア変えろよお前、6じゃないだろ、おい。重くしてあげようか。あ、重くしちゃおう。え、そうだね、伝わるかね、この落差が。待って、嘘でしょ。いやいやいや、何にも疲れない。何にも疲れませんよ。え、今ちなみに来るときにギア3段階上げたの。そんなに。アシスト、あっ、あっ、ちょっとね、アシスト次にちょっと一回やっていい。おお、なんか確かに重力に逆らってる。さっきまであんな立ちこぎでヒーヒーいったの。はい、じゃあアシストオフ。無理だ。いや、すごいよ。立ちこぎパンパンで絶対無理なのに、うん、座って登れちゃう。え、しかもギア9だよね。そう、これがもし1とかになったらもう縦いける。ショックの壁いけるね。吸い付きさえすれば縦いけるから。こんな違うんだ、初めて乗ったもんね、電動アシスト。もうやっぱ坂道が分かりやすいですね。うん、すごい、すごすぎるわ。今回ね、僕の買ったこの種類のねバイクなんですけども、まあ、基本的にはこんな自由度なくていいからもっと安いものをって言ったらいくらでもあると思うんでね、はい、気になった方はぜひ E バイクの購入検討してみてはいかがでしょうか。そうだね、これは買ってもいいよ。増田くんから許可をいただきます。皆さん買ってもいいです。これ買ってもいいよ。これはこれがあれば流海中のねその通学事情も変わってくると思うので、坂の順番としての感想はどうなんですか。はっきり言いましょう、はい、
安いですよ170万でこれでいいんですか。安すぎる。こんなものを170万円で買える時代が来てしまった。もし買うとしたらいくらで買う。いやもう乗ってから値段決めるんだったら、うん、もう2000よ。おお、その2000よ。こんなんすごい。まずその2000から、うん、いやそんなのはダメですから、じゃあ2200とか、そんな10分の1以下だ。そんなレベルよ。170なんてもう安すぎるよ。いいのかねと。ねえ本当に、ね、うん、あんたここ気持ちいいんか。皆さんもeBバイクぜひ興味がある方はね買ってみてはいかがでしょうか、はい、また次回の高級品紹介のコーナーでお会いしましょう。さよなら。